4号艇は笠原亮選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日までの船足を教えてください。そうですね、徐々に良くなってるんですけど、まだバッチリとは来てないと思います。特徴などはありますか？特徴がまだ出てこないんで、特徴をつけていきたいと思います。今日までに3枚のプロペラ、はい、全部試したとお話しされていました。はい、明日はどのプロペラで行く予定でしょうか？そうですね、ピット離れがいいペラはやめて足重視でいきたいと思います。伸びのいいプロペラか乗りやすいプロペラかとお話しされていました。そうですね、明日も両方乗っていい方でいきたいと思います。明日は4号艇となりました。はい、コースについてはいかがですか？そうですね、大山さんがピット離れいいみたいなんで、僕が悪いみたいで、5コースか6コースですね。はい、では明日はダッシュのイメージで。そうですね、本当は3コースぐらい欲しいですけど、どうしましょうか。はい、ちょっと考えます。はい、では、そのスタートですが、タイミングはどうですか？今日 3コースから思い切っていけたんで、まあ、理想的なスタートを明日したいと思います。はい、では優勝に向けての意気込みをお願いいたします。そうですね、松尾君と同期なんで2人でいいレースしたいと思います。応援してください。